こんにちは、果実シュラーのまさきです。今日の動画は試飲会。こちらは以前つけたミラクルフルーツ酒ですが、つけてから2年の月日が経ちましたので、今日は第5回目の試飲を行っていきたいと思います。ではついでいきます。液体の色は薄い琥珀色です。前と同じということね。告げました。口の中が湿れば味はわかります。では飲んでいきます。おや、ひねった香りが薄くなった。紅茶。結論が出ました。こちらの2年目のミラクルフルーツ酒、評定は 3.4 ポイントです。2年目のミラクルフルーツ酒、1年目のシーンでは巨峰の皮を2時間放置したようなひねたぶどうの匂いとみりんを混ぜ合わせたような味がして、あまり美味しくないとけなしましたが、今回はひねた匂いが薄くなったと思います。ぶどうを思わせる味は生の果物の時から入っていたもので、これまでの味の経過としてはぶどうらしい香りがだんだん薄くなって、代わりにひね臭に侵食されていった歴史がありましたが、今回はひね臭だけが飛んだことによって薄まりながらもかすかに残ったぶどうの匂いが感じられます。なので味の流れとしては、最初にみりんっぽい甘い味がして、かすかなぶどうの匂いがして、後味にみりんの焦げ臭い匂い、つまり苦いような渋いような匂いが少しするという流れになっています。最初に甘い香りがして、後ろで渋くて苦いという流れが、なんだか紅茶を連想させる味になっています。ひね臭という悪い匂いが飛んだのは良いことで、評価は少し上がっています。ホワイトサポテ酒やアテモヤ酒で一時期白木蓮のつぼみ酒が出ていたのが、時間経過によって薄れたり、クコノミ酒やアケビ酒などで一時期人参のアクの匂いが出ていたのが、時間経過によって薄れたりしたように、時間が問題を解決してくれることもあります。ま、梅酒以外のほとんどの果実酒で時間が長期間過ぎると香りが抜けてしまうことが多いように、時間経過はそこまで果実酒たちの味方ではないと思います。今回のミラクルフルーツ酒も少しは改善したとはいえ、そんなに美味しくはなく、これを作るのに20個のミラクルフルーツを消費した、イコール20回分の酸味を甘みに変えて遊ぶ機会を逸した、残念感の方が強いです。それでは今日の試飲動画を終わりといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。